ナリーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース10から2メッツ2024年10月17日ニューヨークドジャースの山本義信投手26が17日日本時間18日敵地でのメッツとのナリーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発5回途中に失点とネバトをチームの勝利に貢献した山本と一問一答 メッツとの第四戦を制した、とにかくこの試合に勝てて嬉しく思う。今日の投球を振り返って、初回から失点したけど、なんとかリードを守って次につなげた。最低限の仕事だったかもしれないけど、とにかく試合に勝てたので今日は良かった。メッツ打線に対して気をつけたことは、一発打たれたけど、一発あるバッターがたくさんいたので、 とにかく丁寧にコースを狙って投げた。スライダー、スプリットの出来は変化球もよく変化していた。右バッターが多かったのでスライダーが少し多くなったけど、いいボールだった。プレイオフの経験はどう感じるすごい経験をしているなと登板するたびに思う。次につなげて、もっといいピッチングをできるように頑張りたい。